忙了，最近工作繁重，请和自己老师念过一遍。私は最近仕事が忙しすぎます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 。接下来，请看第六个例题。このカメラの説明書は複雑すぎます。このカメラ这一台照相机，説明書说明书，複雜是复杂。複雜啊，如果连接名词的时候我们要用な，那么在接すぎます的时候只要用语干的部分就可以了。所以複雜すぎます太过于复杂了。这一台相机的说明书过于复杂了。请看自己老师念过一遍。このカメラの説明書は複雑すぎます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 。好，接下来我们看第七个例题。今度できた新しいマンションは値段が高すぎます。今度啊，这一次できた表示建造完成的，新しい新的マンション公寓，値段价钱高すぎます是这一个高い去掉い加上すぎます高すぎます太过于贵了，这一次新盖的公寓价格太高了。请和自己老师念过一遍。今度できた新しいマンションは値段が高すぎます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 。好、接下来我们看第八个例题。パーティーで食べ過ぎでお腹を壊しました。パーティーで在这个宴会、食べ過ぎで食べます加上過ぎます。所以是吃太多了。那么すぎます本身是一个ます，所以它可以把它变成貼形。因为呢，在这个 party 呢，吃太多了。お腹を，那么肚子。壊しました，那么肚子呢就吃坏了。在宴会上大吃大喝而吃坏了肚子，请按自己老师念过一遍。パーティーで食べ過ぎてお腹を壊しました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 。接下来请看第九个例题。コーヒーに砂糖を入れ過ぎました。コーヒーに在这个咖啡。砂糖啊，砂糖，入れすぎました。入れます加上すぎます，所以呢，表示呢加太多了。咖啡里加了太多糖了。请韩子老师念过一遍。コーヒーに砂糖を入れすぎました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 。好、接下来看第十个例题。日本語での面接は難しすぎます。日本語で用这个日语面接来做这个面试。難しすぎます。難しい去掉い、所以加上すぎます。難しすぎます。太难了。用日语面试难度太高了。请韩子老师念过一遍。日本語での面接は難しすぎます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 。好、接下来我们看下面的句型。好、下面的句型呢是用动词的ます型加上这一个やすい、或者是动词的ます型加上。